健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、健康づくりタイム。今回は、子どもも大人も予防接種で健康を守ろうをお送りします。皆さんこんにちは。健康づくり課から健康に関する情報をシリーズでお伝えする健康づくりタイムです。今回は子どもも大人も予防接種で健康を守ろうをテーマにお話しします。子どもや高齢者は病気にかかりやすく、症状が重くなることもあります。予防接種をすることで感染症に対する免疫を作り、病気にかかるリスクを減らし、重症化を予防します。予防接種は接種した人の感染症予防となるだけでなく、周りの人にうつさないようにして感染症の拡大を予防するという役割もあります。子どもの予防接種には BCG や HIV などたくさんの種類がありますが、今回は昨年定期接種が開始された B 型肝炎予防接種についてお話しします。B 型肝炎は B 型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。ウイルスの感染は一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続く場合の2つがあります。この感染が続いた状態のことをキャリアと言います。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、慢性肝炎から肝硬変、肝がんと悪化し、命に関わる病気を引き起こす人もいます。昨年10月に子どもの B 型肝炎予防接種が定期接種となりました。この予防接種は1歳になるまでの間に3回受けます。ただし、母子感染予防として出生後、抗 HBS 免疫グロブリンの投与と B 型肝炎ワクチンの投与を受けた人は、健康保険適用となり、定期接種は対象外となります。標準的な接種時期の目安は生後2ヶ月から9ヶ月までです。接種スケジュールとしては、1回目の接種をしてから27日以上の間隔を置いて2回目を接種し、1回目の接種から139日以上の間隔を置いて3回目を接種します。3回目の接種を終えるまでにおよそ半年かかるため、かかりつけ医と相談しながら接種スケジュールをよく確認し接種しましょう。また平成28年4月1日から平成28年9月30日生まれで B 型肝炎予防接種を3回接種していない子どもを対象に B 型肝炎予防接種費用助成を実施しています。この期間に生まれた子どもは定期接種となってから1歳になるまでの期間が短く、体調不良などにより接種ができなかった可能性があります。そのため平成29年4月1日から平成29年9月30日までの間、1歳までに接種できなかった回数分の費用を市が助成し、自己負担なしで接種できます。助成を受けるためには事前の申請が必要ですので、健康づくり課または各保健センターにて費用助成用の B 型肝炎予防接種予診票の交付を受けてください。続いて大人の予防接種として、今回は高齢者を対象とした定期予防接種の一つである肺炎球菌予防接種についてお話しします。日本人の高齢者のおよそ 3% から 5% は鼻や喉の奥に肺炎球菌が常に存在していると言われています。これらの菌が何らかのきっかけで活発化することで、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。津市が実施する高齢者の肺炎球菌予防接種には定期接種と
需要助成があります。今年度の定期接種の対象は1平成29年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳と100歳の人。2、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、日常生活が極度に制限される人。または、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活を送るのが困難な人です。ただし、すでに23価高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合は対象外となります。1の対象の方には4月に予診票を送付しました。2の対象の方には通知が行きませんので、直接かかりつけ医にご相談ください。また、65歳以上で定期接種の対象年齢に当てはまらない場合には、費用助成の制度があります。予防接種にかかる費用のうち、3000円を限度額として助成します。ただし、この費用助成でも、すでに23価高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合は対象外となります。助成を受けるには事前の申請が必要です。申請には印鑑やマイナンバーの確認できる書類が必要になりますので、詳しくは健康づくり課または各保健センターにお問い合わせください。最後に、親子や兄弟姉妹夫婦で一緒に予防接種を受けに行く場合は、接種間違いを防ぐために予防接種を受ける人の氏名、年齢、予防接種の種類を医師に伝えましょう。また、受けた予防接種を記録するために子どもの場合は母子健康手帳、大人の場合は健康手帳を必ず持っていきましょう。予防接種の記録は受けるときに医療機関で確認をしますが、学校の就学時などに過去の接種回数や接種歴を確認することもあるので、それぞれ大切に保管しましょう。今回の健康づくりタイムは、子どもも大人も予防接種で健康を守ろうをテーマにお送りしました。それでは次回もお楽しみに。さようなら。